今後はトラノモニュース解説、えー、と EU からの中国制裁についての話ですけど今度も新疆ウイグルいわゆるあの人権問題についてアメリカと,、うん、と EU が中国政府を非難してそれはね昔からもありますよね。 私はね中国人内陸部のえっと漢民族の人間としてちょっとちょっとだけ自分の感想を発表させていただきたいですけど私はあの2002年西安であの大学通ってたんだけど西安はね西北部陝西省漢粛省 他には年下年下は <coughs> 大教民族の自治区ですね他にも青海青海省新疆チベット自治区これはねこの辺りの町は西安が一番大きいです賑やかな町ですだから私大学時代が、えー、と西安の中心部と 線、えー、の、えー、駅線駅近くにいっぱいの新疆ウイグル人の何でしたっけ泥棒泥棒がいっぱいありますよね全部ほとんど小さい子どもでもね裏には大人が隠されて万が一えっ、ー、と 盗まれた乗客が泥棒を見つけたらその隠された人間がこの子供を助けて乗客を殴ったりさらに刃物を持って刺したりなぜかというと昔の少数民族新疆ウイグル人が刃物を、えー、と持つ権利が持ってますよ昔の法律は。 それはおかしいでしょあああなたたちああカー民族は刃物を持つことが許せないですけどチベット人とかモンゴル族人とか新教のウイグル人とか刃物を持つは自分の刑に <laughs> それは超おかしいことでしょだからいろいろ詐称事件が起こるわけですね刃物を持って他人と喧嘩することも えと正常なことなぜかというと法律その根本的な原因はやっぱり信教特に信教の、えー、南の方貧しいですからさらにあの辺りのうん人たちが教育レベルが低い飲食の習慣も あのイスラム系の習慣ですね。漢民族と全然違います、えーと。普通の北京語もうまくしゃべらないその辺の人が。えー、だからうんじゃあ例えば貧しい言葉も通じないうん逆に刃物を持つ権利を与える。じゃあそう言うと。 若者たちはどんな仕事を、うん、しましょうかやっぱり泥棒が一番優先の選択でしょそそれそれ以外はちょっとお金儲かることが難しいですねそれは根本的な原因ですね中国内陸部の企業も新疆に投資する時きが資する時に投資 高い賃金で。あの？何か公認たちを農民校とか雇用して新教に一緒に。あの連れてうん。仕事をしてます。だから新疆地元の人たちがあんまり仕事のチャンスがないですよ。それは一番の要因です。 うん、だから2009年7月5日新疆が大規模なテロ事件が起こりました、えー、その後も公民とか雲南省の公民駅で殺傷事件テロ事件ですねだから今中国政府の政策は問題ないですよあのテロリスト 人に対して。あの反撃あ。貿易。な鎮圧する一方で新居の経済を活力を与えること。それは間違いないですよ。もちろん。うん、テロリストに対して鎮圧することは残虐かもしれませんけど、他の平和的な人にとって必要ですよ。 でしょ例えば、ま、町で刃物を持って他人を普通の百姓を殺傷すればもちろん警察に射殺さされるべきでしょうん、さらに新居の人がテロリストが多いですから今の中国の政策は問題ないですよ私はそう思ってます。 私西洋に出た時も結構新疆のウイグル人に恐れますよ。うん。漢民族の人たちが少なくとも20年前ですね。20年前のウイグル人の泥棒があちこち全国でありますよね。今はやっぱり彼たちは 包括されて逆に全体の社会にとっていいことですよ私は中国人としての実感ですね日本人はね全然そういうことわからないでしょう,うん。全部新聞に騙されて中国の国情があなたたち日本人があんまりわからないですよ